はい、本日は葛西ゴルフクラブ違うな葛西ロッテゴルフ練習場に来ております。まあ今日はねすごいですね。平日のね今11時半ぐらいですね。空いてるかなと思いながら思いきや結構駐車場には車がいっぱい。暇な人が多いんですね。平日休みの人でしょうか。はい、ゴルフショップはビクトリアが入ってますね。あとゴルフパートナー中古クラブなんか持っててシダもできるというね。でね、だいたい土日に来るとこの入り口でもう10から20人ぐらい入り待ちがあるんですけど、さすがに平日は誰もおりませんのですぐに入ります。こちら入り口ですね。入りましたらすぐ左手行きましょう。開いてます。はい、本日は3階座席です。空いてますね。空いてる。いつもここ人でいっぱいなんですけどね。それでは3階座席行ってみましょう。特に取るほどのものではないんですが、見晴らしがいい。通常打ちっぱなしっていうとやはり1回打席が取り合いになるんですけれども、ここはですねこのトップトレーサーレンジとこういうのついてるんで、もう距離とか分かっちゃうんですね。だから3台でも別に問題ないという方が多いですが、まあしかし広い、ここまで続くんだという、ね、290番またまだすぐです。途中でレッドブルを購入しやっと着きました。遠いな290番。はい、貸し切りですほぼ、ね、トップトレーサーゲストで始めるいつもフォーなんですけどね。これもフリー計測でいいですね。始めると、はい、今カードをセットしました。前回のやつが残ってますね。残球が260、ボール単価平日は18円なんですね。土日は22円なんですけど、やっぱり平日は何をするにしてもお得。まあしかし本当に広い広いロッテ葛西ゴルフ、これ何打席あるねんというね。球場かまずは52度からですね。
た2ヤードで160、9番です。意味ねえ、187。